ね、ちゃんと言ってないわ。声でかい。でかいよ。だって元気に言わなきゃダメじゃない。元気に言わなきゃダメだよ。すげえな、ここ。ほんとだよ。はい、ここどこですか。これも分かる人には分かるでしょ、これ。このちょっと春先は通りたくないところですね。そうですね。むずむずします。おかふんだと思って。おかふん。鼻がむずむずでしょ。すげえ、こんなすごかったこれ。そうね。ふっといんだよね。うん。まあ日光ですね。ですね。ちょっと今日は、なんだっけ、東照宮、日光東照宮の近くの明治の館って言われる。多分館ってあれやね、明治の館って何。館っていう洋食屋、西洋料理って書いてあったわけ、うん、洋食屋さん、うん、で、飯を食ってから、うん、霧降り高原の方に上がってきたと。そうです。で、美味しいソフトクリームかもしれないね。かもしれない。いける。お散歩するとこあればいいんだけどね、うん、分かんないからね。そうだ、細かくは分かんないから。そうです、はい、そんな感じでございます。いける。さっきの受けた。さっきの受けた。はい、やめ。はい、どうも。俺が本人が言ってねって、ね、そうそうそう。ではでは、いや、ワープ、ワープしますか。どうやってワープすんの。ワープ成功。ワープ成功。はい、でも日光らしいですね、これ。ま、全く。東照宮の目の前ですよね。そうです。今日はやっぱし、ここ右じゃないの？ずーっと一緒になったの、これ。そう、前ね、うち家族で来た時、ここすごい素敵だと思って、行ったんですよ、上。上レストランなんですよ。その橋がね、ここも綺麗なんだよね。結婚してる二人がなんか着物着て撮影してたの。ここね。そう、あそこ綺麗。一応撮ってみる、うん。外国の方がいらっしゃいますね。こっちは普通。あ、ん？ん？こっちは普通。うん、だと思う。いいね、そこ。綺麗。そう、川の感じもいいんじゃない？上がんなくていいわ。上がんなったもんなんですよ。ならないパターン。あなた左に優先的すぎだよ。うーん、あっちの人方が人が来ちゃうんだろうね。人車曲がって見えないでしょ、うん、ちゃんと行くんだろうね、これ。どうなんだろう。おお、有料駐車場見えない。あ、こっちも市営駐車場あったんだ。ここからだったらちょっと歩いていくの嫌だな。あ、そっちなんだ。目的地周辺です。お、もう着くよ。どこ、ここ、ここだ。左方向です。ああ、こっちに行くの。上だよね。上。前内側さんとこっちから来たの。うん。あ、書いてある。あそこ、イメージの館って書いてある。はい。ここで飯を食います。おしゃれな雰囲気。おしゃれな雰囲気です。喫煙所もちゃんとあ、持ってくるの忘れてた。ここですね、これ。ここです。超おしゃれ。手を入ってみたいと思います。これが小さい手です。いやー、めっちゃ美味しかったね。美味しかった、美味しかった。ここおすすめだ。こんな感じのメニューでした。そうす、まあ、動画撮れる雰囲気じゃなかったですね。そうですね、おしゃれでした。いろいろこの雰囲気ね、雰囲気よかったっていうか、すごくいいとこ。右側多分東照宮。今から私が読み間違えたところ行きます。下降り高原って感じでしたけど、霧降り高原。ここの川綺麗だったような気がする。あ、本当？あそこの川と一緒じゃんね。あ、さっきの？あ、違うな。え？綺麗だね。水が少ない。本当だ、ないね。
バイクが多いです。梅屋敷。これたっちゃん好きじゃないですか。何それ。梅宮達夫。ああ、何それって言っちゃった。あ、京都っぽいのある感じ。三重の塔。すげえこの歩道橋。本当だ。川渡ってます。なんか古いから通ったら怖いな。水がもうちょっと多くないと綺麗じゃないかな。石がゴツゴツして鹿注意だった。ここは鹿だ。鹿はまださ怖くないよね。私こっち多分初めてだな。では登っていきたいと思います。はい、またワープ、えい。途中のね、はい、途中の途中のなんか休憩所ではなくて、なんつうのこれ、ハイキングのスタートして、ここまで行けるってこと。そうなんじゃない。そこの階段を登っていくと、こういうのが見れるらしいよ。へー、これだ、これそうだ。なんかいるこれ。本当だ。今日は歩きません。てか、多分歩くことないと思う。山登りはした。あっち展望台ですかね。あのね、登ったとしても帰ってこれなくなる可能性、うん、降りるのも結構きついからね。うん、むしろ降りる方が、ここさ、リフ、あの スキーのリフトみたいな。なんかね、昔はリフトがあったらしいって書いてあったよ。ああ、でもね、なんかなくなっちゃったんだって。かだから、これ、作るの大変、階段作るの大変だったよ。うん、そうだよね。いや、山の上は22度、下は30度ありました。涼しさいてんじゃん。またあの、よくわからないのが、何それ、雲、うん、雲。またあの声が聞こえます。うん、鳥なのかな。五色の間の時の声一緒だね。茨城がどっちなんだか分かりません。うん、これどっち向いてるんだろう。うん、それすら分かんない。なんかよくあるよね、こっちに何が見えるみたいな。何ね、あんまり行くと遠くなっちゃうな。うん、ずっと行くのも、あんまり歩こうとは思ってないから。前回も山、今回も山。なんかネットが。さっきのところが。さっきのところがいいじゃん。どこもいいよ、これ。うわ、たっけ。虫がいっぱいいるんだよ。うわ、すごいね。あっちに1個のあれか。あっちからこう上がってきたな。そうなの？だよね、多分。あっちとお正面じゃないの。そうなの。適当に言ってけよ。なんか変な虫いる。そう、変な虫いる。なんでここなんか道みたいになってんのこれ。格好だ。じゃあこんなそこの道みたいになってんのどこ。ああ、スキーのジャンプだったのこれ。違う、低いじゃん。あー、だから格好いいぞ。本当だ。え、カッコーカッコー言ってるよ。カッコーの歌あったよね。なわけでもっとさらに上に行って下って大笹牧場に行ってみたいと思います。はい、牛歩ってる。あ、本当だ。安くね、やっぱ平日は店が開いてないってわけじゃなかった。さすが天気。あんまり車ないけど大丈夫かな。バイクはいっぱいいる。あ、じゃあ大丈夫か。はい、大笹牧場です。です。帰りこっちから帰ってみようか。あっち行くとどっち行くの？同じようなとこ出るけど、うん、細いのと。あ、そう。まあ同じ道よりはね。バイクがいっぱいいる。本当だ。ここに来ました。たまえてどこなの？これの、あれか、端っこか。さっきの写真があった。牛串食いてね。結構空いてます。ます。平日万歳。おお、びっくりした。何バイクなんて。もっと多めないねんじゃん。ガラガラです。です。でちた。ガラガラでち。これでか。うん。はい。ドローンって。え？ドローンって書いてある。あそこの何？
看板。ドローンするの？ドローン。では行きたいです。誰カメラ見てる？大笹牧場。バイクも結構来てるね。やずい。そうだね、写真撮ろう。来た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 。馬を久しぶりに見たんですけど、馬を久しぶりに近くで見たんですけど、こうお父さん、お母さん。いやーそうだね、これすごくない？すげえ臭くねえな、あんまね、うん、なんかあっちは牛がいる。広いな。なんか食ってる。こんにちは。かわいいな、うん、こんな小さいのね。ちっちゃいのかわいい。親子ですか？ですかね。広がりていく。なんか変な声聞こえない。ヤギ？暑いや、ここ暑いね。暑い。なんかいいの？そこで終わり。電池越えだけど暑いよ。暑いね。広いね、これ二頭の割りね、広いね、これ、うん、この草の上ではこの二頭がいっぱいなんじゃない？かも。あれ、あそこもなんかいる？こっちもいるんじゃない？おお。ねえって言った。あ、ここにもいる。おお、ちっちゃい。かわいい。ちっちゃい。人なり、人なりしてんな。あれ。かわいい。ねえ。ねえ。べーべーって。いや、かわいい、それヤギだよ。こいつはかわいい。超かわいい。あ、レレ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 レのレだ。レレレあんたじゃないよ。レレレ あの人、あいつあんま動けないんじゃない、範囲が。うん、レレレあ、かわいい、これ。ついついてきた。すげえ人なりしてるな。お、俺動物に好かれるの久しぶりかもしれない。犬とか嫌われるのに。ついてきてるよ。いい匂いするのかな。あ、うんこしてる。匂い嗅いだ。かわいいね。うん、ちょっとこの辺の踏んでた。いっぱいあるわ。踏んでたかもしれないので。踏んでないと。まあ、そいつらそこっち来てるし。はい。はいはいはい。よかったね。よかった。だから帰り道なんですけど、また違った。この角で牛ちゃんが映ってんだけど、遠く見えちゃうところだ。ただの点々かもしれないね。近く通るんじゃない？ああ暑いよ、こっちは。さっきのほうは、ね、涼しかったけどね。寒がり、寒くなり、手前がり。なんか置物に見える。なんか動かない置物。木彫りかもしれない。あ、動いてる、むしゃむしゃしてる。しちゃん、カンがいる、カン、カン、カン、ビーフじゃないし。いやソフトクリームも美味しかったし。うまかった。あと、繋がれていた小ヤギちゃんが可愛かった。俺の足に巻きついてました。そう。あ
父さん来たみたいな。ちょっと間違えてるよね。間違えたね。種族が違うね。違う。いやーよかった。よかったしか言ってない。今から来た道を帰っていきたいと思いますね。はい、帰りたいと思います。こないだも山、今回も山。次回は何かな分かんないけど。基本なんか茨城脱出してやってるよね。うん、この間はそうだね。これね、こう動画はバイク、バイク、お散歩、バイクしてるから、ね、これ梅雨入っちゃうからね、この外歩くっていうのは難しいかもしれない、うん、しばらくお散歩はないでしょうね。ないですね。なんで急にお散歩動画なんだかね、始まったけどね。そうですね。まあいいね、たまには緩いのはいいじゃないですか。あ、俺が走って喋ってるところなんて飽きたりしてみたいです。はい、どうもーって言う。今日言ってなかった俺。はい、どうもカズキです。今日はねーって今です。もうエンディングですけど。それでは皆さんね、いつもご視聴ありがとうございました。この微妙なカーブの上りって。それではワニワニー。